手がけるデザイナーは77です。86です。平均年齢82歳のおばちゃんたち。袖全部というよりも5センチぐらいちょっとこうあるぐらい。指揮を取るのは気鋭の現代美術家。ズレをコンセプトしてるので、いかにそれを楽しみながら形にしていくか。西成を舞台に異色の共演が生んだファッションブランド西成よしおに密着しました。下町情緒が残るディープな町、大阪市西成区。この町の一角に駆け落ちたままの看板がかかる建物があります。記憶手芸館タンス。かつてタンス店だった建物を改装してできたアトリエです。カンナやノコギリもそのままにかけられた空間には、お花のパッチワークが施されたズボンや、ちょっと変わったデザインのジャケットなど、大きく開いた階段から下を覗いてみると、これのだから濃い色のとこってことですね。この辺りのイメージ、このサイズに合わせてくれてるって、あーすごいすごい。39歳の現代美術家西尾義成さんと平均年齢82歳、笑顔が絶えないおばちゃんたち。いや、さっきこう針に通すんやで、ここに通す、これにさっき通すんや、これ曲がってしまってるわ。みんなのリーダー的存在の松本和子さん77歳、編み物歴は50年のベテランです。やりがいありますよ、出来上がった時がね、やりながらああかなこうかなと思い持ってやってるんですけど、なかなか今まだイメージ通りいきません。家で一人でじっといてるよりは、ここへ来た皆さんと一緒にお話ししたりね、聞いたりしてたらやっぱり違いますから。こう話すのは87歳の中田久恵さん。ミシン歴はなんと60年。もう年行って行くとこないしね、やっぱりここへ来てこんなにしてしてたら楽しいですね。個性豊かなおばちゃんたちが毎週水曜日と土曜日に集まってボランティアで服を制作しているのです。おばちゃんたちのアトリエタンスは、地域住民と芸術家が一緒に創造活動を展開する大阪市の文化事業ブレーカープロジェクトの一つとして10年前にオープン。回覧板や口コミをきっかけに手芸好きのおばちゃんたちが集まりました。全員それまで服飾関係の仕事の経験はありませんでした。来るのがやっぱり楽しみで、水曜日絶対忘れない。ここでやっぱ皆さんの顔見てさ、今みたいに笑って大きな声で笑えてたらいいかなって思うんです私。おばちゃんたちの大切な居場所となったタンス。5年前にタンスの活動に参加することになったのが、服を用いた作品を手掛けてきた美術家、奈良県立大学准教授の西尾さんでした。で、まあ、共通点としてはおばちゃんたちは手芸やし、で僕も服を扱った作品をずっと作ってきたので、まあ、その点で年齢も性別も違うけど、何かしらもちろん対話はできるなと思って。西尾さんは古着を裁断して新しい服を作ることを提案。しかしおばちゃんたちから飛び出したのは抵抗の声でした。最初古着を扱うにしても、古着なんか着たくないっていうのもあるし、古着を着るなんていうのもそのもったいないとかっていうのもあるし、おばちゃんたちはまずそのお題に対してなんか文句をまず言ってくれるというか、なんでそんなことせなあかんのやっていうような。おばちゃんたちは文句を言いつつも、
西尾さんが決めたテーマに応えた服をデザインする。身近な人への思いやりというテーマではおばちゃんたちから想像を超えたアイデアが。こちらは袖に100枚ものパッチワークがあしらわれた服。腕が熱くないようにと焼き鳥店のおかみさんを思って袖を分厚くした焼き鳥ジャケット。たくさんのデニム生地のカバンがついたこちらは、行き先によっていつも違ったバッグを持ち歩く知人を思い出し、バッグがいろいろついていたらいいのではと、ありとあらゆるカバンを縫い付けたカバンジャケットです。おばちゃんたちの予想を裏切る発想と西尾さんのアイデアとの間の予期せぬズレ、これを最大限に生かしたファッションブランド西成よしおが誕生しました。気になるのはブランド名、西尾さんの名前をずらしてつけたんだとか。僕がこう思ってたのと違ったとしてもそれはそれで面白いんですよね。やっぱりそこの僕が最初にイメージしてたものとの違いっていうのも含めてこのブランドの魅力かなと。実際にタンスを訪れた人は、いや素敵ですね。地域の方のお人柄をこう入れているっていうのがすごい面白いなと思いました。それでいてなんかこう古臭くなくって普通にこうおしゃれとして着れるっていうのがいいなと思いました。懐かしさとか、うん、おばあちゃんちとかでなんか見かけたことのあるようなものがなんか再現されてなんか新しいですね逆に、うん、ユニークな西成よしおは話題を呼び、 JR 大阪駅近くの阪急メンズ館で販売会が開催され、展覧会も開かれるほどに成長しました。焼き鳥ジャケットは38,500円、カバンジャケットは121,000円と高級ブランド顔負けの価格設定ではありますが、収益はすべてタンスの活動費となっています。その、うわ雪や、あーその、あーこんにちは、雪降ってきた。2月中旬、雪が降ってもおばちゃんたちはタンスにやってきます。すごい背中がめっちゃ泣いてます。そうですね、これをなんかまたするそうですね。何やら四角形の穴がたくさん開いたシャツ。シャツの感じどうですか？いや、多分どうしようかなと思ってすると先生がビリビリって呼び出してるやろ。そうそうそう。わからない。困惑するおばちゃんたち。編み物のやつで。うん、全部？同じ色、同じ色で。四角いのを編んで貼り付けるいうこと。そうですね。縫い付けるいうこと。縫い付けるイメージ。ボーダー回すんですか？その。こうですか、こうですか。いやー、しもった、そこまで考えてなかった。四角形の穴や破かれた部分を編み物やミシンといったそれぞれの得意分野で埋めて新たな服を生み出す。今回のテーマにおばちゃんたちは、やる気は上がります？上がります。大変やけどな。どんなになるのか楽しみか苦しみか。病院の先生に歩かなあかんって言われてるから少しでも歩こうと思ってね。西成に嫁いできて70年が経つ中田さん、徳島から中学校卒業と同時にこの町にやってきました。初めはね、西成言うたら怖いよって、そんなことなかったですね。やっぱり、あ、新町やなってみんな親しいね、みんな。テレビの前にミシンを置いて
ここが家での定位置です。1日どれぐらい編み物とかミシン触ってはるんですか？もう半分は触ってますね。晩10時になったら寝るんですけどね。これまで一人で手芸をしてきた中田さん、みんなでタンスに集まるのが楽しみだと言います。おしゃべりが楽しくて言ってるってことですね。そうです、うん、もうね、でおかずでも何したんとかね、そんなんしてから、うん、どこそこの病院が良かったわとかね、うん、私はもう同じとこ行っとくわとかね、そんなもう年いったらそんな話です。おばちゃんたちの得意分野でシャツの穴を埋める作業が始まりました。これちょっと厚めやからこのぐらいの厚さでもいいん違うかなと。え、これとまた違うってこと？ちょっとこれ違います。ちょっとほら、白が7本入ってるのね。編んだ布も細かく確認。時には西尾さんが試着をして全員で完成のイメージを固めていきます。今着てみましたけど、かなりかっこよかったです。西尾さん、あ、こんにちは。3ヶ月後、おばちゃんたちが手塩にかけて作った服がついに完成しました。四角形の穴が開いていたシャツでしたが、編んだ糸でストライプ柄まで再現。この線に合わせていかなきゃいけないから2日かかります。2日、あのうちのことをやりながらだから寝不足してます。西尾さんが破いたシャツはガラッと雰囲気を変えて新たな服になりました。今回の場合は本当になんていうんですかね、もうそのままの意味で想像を超えるいいものができたなと。39歳の美術家と平均年齢82歳西成のおばちゃんたちが作る西成よしお。最初はその僕とおばちゃんたちとのそのズレみたいなものがテーマになって、このブランドができていって、だんだんどんな要望にも応えてくれるようになってきて、ある意味意思疎通ができるようになってきたので、もう少し異質なズレを生み出すような仕掛けっていうのを考えたいなと。異色の共演のテーマはズレ。これからも変わることはありません。完成です。名前つけるならこのシャツに。中田のおばあのシャツくらいになるに違いますか。87歳の中田さん、ミシンに添えた手をまだまだ動かし続けます。まあ、できる限りはね、やりたいなと思ってます。私の体が動く間はね、100ぐらいまで生きられるかなと思って、生きられたらそのぐらいまでね、やりたいなと思ってます。